はい、こんにちは、村岡正則です。今回はおかっぱりシーバス編です。で、ここはね、ゴールデンウィーク明けの鹿児島にやってきました。もう見事に五月晴れっていう非常にいい天気になったんですけど、今回ね、一緒に釣りしてくれる人がいます。どうぞ。はい、小鉢です。どうも、小鉢こと小原明彦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小鉢だってそう、ちゃんとね、一緒に釣りするのはちょいちょい並んだりしたことあるぐらいで、ここでがっつりやった時もバトル中でね、そうですね、敵同士だったんで、ね、敵同士だったから並んで仲良くはできなかったんで、まあ今日は楽しませてください。はい、ぜひ。最近はどんな状況？最近やっぱ5月に入ってデイゲームが釣りやすくなりました。おうおうおう、はあ、で唯一この時期が雨が絡まなくても、まあ割と魚が出やすい時期かなと思ってます。ハードル上げた。もうこれゼロで終わりですね。今日まあそんな時期です。本当、うんうん、この辺は岩盤川の中流河口域、もう河口域ですね。河口域の岩盤、はあ、石間ちょっと岩盤が。さあ、じゃあ早速やってみましょう。やってみましょう。午後2時、明るいうちに釣りたいな。本当ですね。どんなパターンで釣れてるの？ここはまだプラで入ってたっていうところはないんですけど、うんうん、どちらかというともう早い動きの方がいいのかなと思ってます、うんうん、でも今日は雨の後でちょっと濁ってるんで、割とスローでも。なるほど。私つけちゃったね。ガボツ90でトップウォーターで行きたいと思います。あ、浅いんだね。その 4,5 メーター先で深くなる感じ。そうですね、岩の形状もちょっとあれですけど、そんなに水深は深くないです、はい、ちょっとなんか鏡状になってるようなところからちょっと大きく変わってくるところありますね。うんうん、水をライン濡らして、よし。じゃあ僕は、はい、僕もですね、うん、ガボツ90で。90で、はい、お願いします。最近はどんな釣りしてるの？最近はナイトゲームがもうほとんどですね、僕は。仕事終わりで。そうですね、なんか今部署がもう日中の部署なんで、うんうん、日勤が多いところなんで、もうナイトゲームがメインになっちゃいました。どんな釣り？シーバスですね。まあ修行のような釣りしてます。あ、釣れないんだ。真冬の方が出しやすかったなっていう感じですね、うんうん、今なかなか数上がってないですけど、まあ出たらでかいような。あ、そういう釣りはしてんだ。そんな場所でやっててみたいな。なので今月入ってから自己記録も2回更新したんで。何センチ？93の平鈴木、うんうん、でその後 93.5 と5ミリ更新したりとか。90オーバーの平鈴木は丸で言ったらメーターオーバーぐらいのね、価値があるね。そうだと僕もちょっと思ってるところあるんですけど。ゼロか1本か。そうですね、通年の傾向であれば、うん、なんか平成語がもうやっぱ湧くんですよね、うんうん、こういう岩礁帯とかっていうところは、うんうん、でなかなかサイズを取るのが難しくなったりするんですよ。っていうのもただ平成魚が反応が早いだけかもしれないんですけど、うんうん、まあその中でサイズを取るっていうなかなか難しいっていうところはあったんですけど、今その平成魚が全然湧いてないような感じなんですよ。でその分まあ修行みたいな感じなんですけど、その分でも出た時はもうほぼランカーっていう感じになってるところはあります。90番川平、うん、川平ですね。すごいな。磯でもめったにね出ないサイズよね。そうですよね、なんとか 川で魚影が濃いというか。でこの界隈は調子いいんだ。そうですね、なんか今この界隈は特に平鈴木が釣りやすいところもあって、平鈴木はやっぱり群れでいるっていうところなんですかね、うんうん、釣りの傾向になりやすいのもこの辺りかなってやっぱ思ってます。あとやっぱり重要なのはやっぱ潮位かなっていうのは思います、うんうん、潮位のタイミング。今この時期はもう上流もやっぱ良くなるんで、うん、なので釣り場は広いですね。まあ絞れないって言ったらあれですけど、全部回ろうって言っても1日2日じゃもう無理なんで、うんうん、割り切ってここ辺って決めないと。なるほど。ちなみに潮回りは、はいはい、今日は大潮でしょ。今下げ潮、今下げ潮です。もう後半こんだけ引いてるってことは。そうですね、もう半ば以降になりましたね。4時が干潮だったと思うんで、うんうん、あと2時間後干潮。そうですね、今見た感じすごくいい流れ効いてて、で手前はちょっと反転しかかってるようなところですけど、うんうん、でもそういう時がいいですね。ガチペン130でいきます。飛ぶ。おお、いいね。トップなんかも出る？トップは割とやっぱ出やすいと思います。おうおう。で潮位が下がってくるにつれて、よりやっぱトップの、ね、雨降ったんだなおさら。あとやっぱちょっとベイトがいた方がいいっていうのはありますけど、うんうん、でも割とこういうところだと地形についてたりとかで急に出るような
そんな傾向ありますね。なんか気配ないと思ってたのにみたいな。鹿児島暑いな。相変わらず暑いね。やっぱなんか腕のところがちょっとジリジリしてきた気がします。夏と冬どっちが好き？どっちも好きですけどね。でも暑がりなんで冬がいいって思っちゃうかもしれないですね。でも冬になったら夏がいいと思うんですよ。いいね、ほのぼのして。小バッチロ系ほのぼのでしょ。日焼けとか気にしたことなかったんで。もう早くもう3月末の段階でちょっと 黒かったかもしれないですね。そうですね、1年じゃ日焼けが落ちきらないようなところあるかもしれません。あ、本当ですか。村岡さんとお揃いです。お揃いだけど、はい、フィット感が違うでしょ。同じものなのに。僕短くする方なんで、まあ、ウェディングのことも考えてますけど、やっぱ短くした方がやっぱ体が楽ですよね。ダラーっとしてる人でやっぱり負荷が来るんだなっていうのは、はあ、特になんかこのベストをつけてから思いました。あのサイズがなかったんで自分で作っちゃいました。ロケの時僕無地で出てたんですよ、最初デビューの動画が。あ、 T シャツは自前？自前です。だからもうサイズだけ、あの無地のシャツだけ買ってプリント屋さんに行って作ってます。いや、それ言ってよ、メーカーで作るからさ、絶対コメント欄でそれぐらい作ってやれよって。すいません、そんなことさせちゃって。まあ、既存のやつとあんまりこう大きく変わらないように作ってるつもりです一応。服のサイズは 3L 3L、4L って感じですか。 4L のそういう T シャツはどこで売ってんの？これグリマーのドライシャツです。あ、グリマーで、はあ、それだったらやるよ、うちで。行って。あのレインウェアがないんですよね。レインウェアね、1枚作ったんだけど、なんでなかなか着れないとこです。これをなんかダメにしたらと思ったら。いやー、ああ、そうとは思わなかった。本家より派手にしたらいかんちと思って、候補が作ってあげてたのかと思ってた。確かにね。あー、引っ掛けられた。一応小田さんに連絡だけ取って、いやー、でなんか痩せろって言えない感じの、もうすでに引き締まったでかさだもんね。いや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 、まとってますよ、まとってます。個人的にさっきすげえ笑ってたのが、小バッチが俺の車の前走ってたじゃん、はあ、小バッチの車ちっちゃいじゃん。でちっちゃい中に頭の位置と肩の位置考えると、なんかちっちゃい車にすげえでかい人乗ってて、当たり前だけど右が傾いてて。あのドクタースランプの車が走ってるシーンって、大体車が傾いてるね。それを彷彿とさせる、こののどかな景色と傾いた車っていう。体に合わない車乗ってます、ね、いいなーとか思って。ニヤニヤ見てた。親からもなんでよりによってこの車にしたのって言われて、安かったんだよって。なんかメルカリで、あの右側だけ硬いサスペンション買ってさ。バランス取った方がいい。バランスよく左に物を集めてたつもりではいたんですけど。あ、そういう全然バランスになってるんだ。荷物は左。荷物は左にできるだけ置くように。なるほど。そういう工夫は してもなおあの傾きなんだ。で、橋の上では必ず四隅運転をするっていうね。分かりました。分かった。もうリスタでさえ右に車が傾いてるから、寄せ運転すると一瞬対向車線の方にフラって行くのが、もう俺それが怖くて。見られてたんですね。俺も寄せ運転したいんだけど、一瞬ねチラチラ見たいんだけどできなかった、前が怖くて。この間ここロケで入ったところだけど、村岡さん覚えてるかなとか思いながら、こうで調理的にチルが入ってたら見えたりするんだけどなと思って。でもやっぱアングラーは橋を渡ると川見ちゃいますよね。見る見る。特にシーバスアングラーは。東京でもね、タクシー乗ってて、うん、東京はでかい橋越えんで、うん、なんか走ってるとタクシーのうんちゃんがしきりに見てると、やっぱなんか運転がフラフラするから、なんだって思うと大体川見てんだよね、うん、だからそこでボソッと釣りするんですかとか言ったら、そうなんですよ、釣りが好きでとか言って。やっぱ分かるね。絶対そうだ。もう川の上でよそ見する人は釣り人、見ずにはいられないんだよな、まあ、水たまりでも見るからね。そうですね。何にもいないけど、なぜかね見て、で意外とアメンボがいたり、ちっちゃいのがいたりすると必ず反応するもんね。あ、なんかいるとか言って。
そうですね、生まれは鹿児島 で親が学校の先生だったので学校の先生で転勤族だったんですよ。でも離島とかも行きまして、あ、本当に、はあ、でそこで釣りが身近だったっていうか、まあ、あの娯楽がなかったんですよね。なるほどなるほど、はあ、何島に行ってたの？種子島に行きました、うんうん、でそこでもうやることが釣りしかなかったんで、でももう釣りが一番楽しみで3年間ぐらい、親父が5年ぐらいいたわけですね。僕が小学校に上がるまではもうずっとそこにいたんで、うんうん、そこで親と一緒に釣りするのが始まりでやってました。はい、最強育ではまあ、ね、まあ簡単な餌釣りで、そういうけど簡単な餌釣りならいっぱい釣れるもんね。そうですね、あとはなんかやっぱ魚が、今考えたら魚が擦れてないっていうあれなのかわかんないですけど、うんうん、でも魚がいっぱいいたような気がします。なんかもう食べれない魚もいっぱい釣れましたね。黄色と黒のしましまのとか、うんうん、ああいうのがやっぱ南国系がいるんで、南国は南国でよかったですよね。でもなんかこっちの本土の方に来てからもう川釣りで鯉狙ってましたね。鯉か、はあ、で餌で鯉、練り餌とかミミズを取って、うん、はあ、それが小学生の時、小学校の時やってました。でそしたらあのバスのブームがやっぱ来て、はい、うん、グランダームサシっていうのが始まって、うんうん、そうだな、グランダームサシ世代だよな。釣りドレンとかあって、うんうん、そっからやっぱ木にバス釣りブームのところに、ね、でバスも釣れたんだこの辺は。僕は肝付川が近い方で、うんうん、あの末吉町って、まあ、あの本当宮崎県の県境ぐらいのところ、うんうんうん、そこでやってました。バスいるんだ。バスいます。いる場所があるんだ。はは、宮崎県に流れてる大きな大淀川って川があるんですけど、うんうん、その水源地なんですよね末吉町、うんうんうん、でそこでこうラクバスって、はい、結構農業用ため池みたいなところがあって、昔は釣り禁止とかそういうのなかったんで、そういうところでやってましたね。なるほど。で海のルアーハマったのは、は中学校に入ってからですかね。早いな。あ、まあ、バスの延長です。うん、うん、バス釣りするようなところがあって、この感覚で海にも行ったみたいな。シーバス釣れるらしいぜって感じで。そうですね、渋々湾に行ってましたよ。自転車で行ったりしましたね。1時間弱かかったんですけど、そんなかけて行ったりしました。クラスメートとかと、クラスメートとやっぱ釣り好きが多かったんで、まあ、楽しいよね。でも、はあ、放課後でしょ。放課後 とか、まあ、中学校になって部活が始まってからちょっとあれでしたけど、でもやっぱ小学校の 5,6 年生ぐらいから自転車でガンガン行ってました。なるほどね。そうなんですよ。で鹿児島県も宮崎県と県境なんで、もうバス行くってなったら結局宮崎県の方に入るっていう感じなんですね。確かにローカル中学生の移動距離半端ない。自転車が最大の移動手段だったんで。大人が驚く移動してるもんね。どっから来たのなんて言うと、っていう。いや楽しいよなそういうのが。ちょっとお年玉でバスワンっていうなんか、うんうん、あのシマノのバスワンっていう、それを買った時はもう嬉しくて、もうそっからより行動がアクティブになったんですよね。バスをタックルでですね、リールとロッドのバスセットで買ったの。セットで買ったんですよ、お年玉をあれして、その時に完全にのめり込みましたね。そうですよね、やっぱ自分のタックルって思ったら、それまではなんかあのなんか5、600円ぐらいだったのを伸ばすやつ使って餌釣りとかだったんで、で近所のなんかお兄ちゃんのなんかお下がりのロッドとか使ってたのが、とうとう自分のものを買ったと思ったら、でも全然ベータとか買ったんですけど、全然当時飛ばなくて、バックラばっかりしてたっすね。でもその当時の小学校ぐらいの時の友達とたまになんか連絡取ったりすることがあったんですけど、なんかもうあの当時のあれからしたら、ね、すごいことになってないって言われて、いや自分でもね、趣味が本当なんかやってることは子供のまんまのような感じなんだけどねみたいな。なんか俺の周りの人そんな人ばっかりだよ。そういう人がやっぱりなんかこう突き詰めていくんですよね。それを続けていった人が。2週間前も四国のすごい釣りバカたち3人と遊んでたんだけど。俺より年上なのに小学生よねあれね。あれとか言って悪いね。あれは小学生。いやでも釣りな人のこと言えないけど。あ、素晴らしい素晴らしい兄貴分がいるなと思って嬉しくなる。なんだろう、キャッチャキャッチャ笑うじゃん。すごくない、いい年して、なんかトップで出そう、なんかトップで出そうな感じなんですよ。うん、色はすごくいいんですけど、水の色いかにもね、でかいのが釣れそうな。そうですよね。
もともとはずっと小学校からサッカーしてたんで、サッカーも見るのもやるのも好きだったんですけど、そんなでかくてサッカーだったの？高校時代はまだ痩せてた方です。でも、なんかガンダムとか言われてましたけど、ターミネーターとか、やっぱフィジカル系でした。じゃあセンターバック。センターバックでもう常に相手のゴールキッパーが蹴ったボールとかクロスボールを跳ね返すっていうような感じでしたね。もともとガタイ良かったです。骨太の感じで。親父もそうですね。はあ、骨太です。シュってなって、まあ、顔もそうですけど体もそうですね。足も速と、まあ、スピード系も短距離が、まあ、どっちもあれでしたけどね。もう体力に一番やっぱ自信がある方だったんです。はあ、そうですね。今一瞬の力とかなんかあれでいいでしょうけど、持久力がだいぶ落ちてると思います。あと、もう車中泊が多くて、もう血流が多分すごい悪いんじゃないかなって。いや、もう釣り、この釣りしてたらもう体に悪いことだらけのような気がします。いや、たぶんお家に帰り着いた時、早く帰った時とかも駐車場に着いて力尽きたりするんですよ。あ、なんとか家まで帰る。あるある。でも大体もう途中のところでもう、もうこれきついなってなったらとりあえず寝て、嫁さんが朝6時ぐらいに着信入れてくれて帰ってこいみたいな。兆候に出る分には全然言われないです。ただやっぱガソリン代でチクチク言われることあるんで。だからなんかたまに気を使って友達が拾ってくれたりとかそういうことしながらでしたけど、でもこう一気にガソリンをこう入れずに小刻みに一気に減らした感だけは絶対に作らないようにしてます。高校生か。でもこんだけ減ったけどちょっと戻しておくみたいな、そんな。ちょっと戻しておくっていうやつ。はあ、そうやって自分のお小遣いもちょっとずつこう長続きさせるようにしてます。そうですね、月1万円あると。1万円少ないと思うんですけど。少ないと思います。お昼仕事、今仕事の時はもう嫁さんが弁当を作ってくれて。そうだね。子供が生まれるまでは1万2000円だったんですよね。子供が生まれてから減額されちゃうんだ。下がっちゃうんだ。だからでもたまに、まあ、ブルーブルーのロケとかさせていただいて、うん、その時の謝礼が出た時とかは家族でご飯食べに行くんですよ。まあ、必ずちょっと回る寿司屋さんのいいところに行くように。なんか一番幸せが実感できていいよね、食べ物が。そうですよね。家族の前で僕がレジの前に立ってするなんてこともそうないんで。あ、なるほどね。はあ、もう全部奥さんに握られてますから、もう自分が給料いくらもらってるかも分かんないぐらいです。はあ、全部奥さん管理です。はあ、は高校が同じクラスで、もう高校時代に付き合ってそのまま結婚しました。へえ。はあ、高校2年の時に同じクラスになって。青春だ。付き合って9年目で結婚して、はあ、でそのままずっと一緒です。どっちが最初好きになったの？ああ、まあ、これはあれですけど、まあ、向こうからこう言ってきてくれたんです。お、まあ、今もうその面影ないぐらいそっけないですよ。まあ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 、割とある話だ。もう一緒にいてあげるだけ感謝しなさいぐらいのね。そうですね。でもうちの今の嫁さんじゃなったからこんだけ釣りに行けてるところあると思う。そうね、そう、そういう理解あるだけでね、感謝よ ね、 ね、理解なのか呆れてなのかわかんないですけど。でもなんか横山さんが言ってたじゃないですか、亭主は元気で留守がいいみたいな。そうそうそう、でもそこはあるのかなと思いました。いいやつだ。コバッチいいやつだなって何歳の時から言われてる？ずっと言われてる？高校部活の時も言われてた。部活の時はなんかみんな結構各学元中学校とかでエースだったりとか、うん、気の強い人たちがやっぱ多くて、うんうん、みんな B 型でもう自分の主張がすごい人が多かった中で、うんうん、僕 A 型でやったんですけど、なんかこうだったんで、なんか特になんかずっとなんかこう握る、うん、そういうところで見ると立場的なところは。でもセンターバックでしょ。ああ
すごいな。じゃあもうみんなの信頼だ。キャプテン。キャプテンです。はい、あ、キャプテンだ。はい、すげえじゃん。大学ってことですね。じゃあもうやっぱ大人から見たらみんながね、こいつの意見は聞くっていうとか小鉢が握ってたんだね。まあ、あんま強く言いたくないところありますよねだけど、まあ、言わないといけないとかって、やっぱりキャプテンはいいやつがなんないとさまあでもサッカーが上手い人がなるとは限らないじゃん。キャプテンは嫌われろって言われたりとかって、うんうん、やっぱそれ嫌でしたねまあ言いづらいこと言わなきゃいけないからね。まあそうなんですよねでもなんか逆になんかこうサッカー厳しいなんか軍隊みたいなスポーツ学校に行ってた分、うん、大学はすごく伸び伸びした中でキャプテンをしてたような感じがしました。大学でも、はあ、高校3年間がなかなか釣りが全然できなくて、でもう大学に入った時に、まあ、釣りもしたいなと思ったんですけど、もう何もきっかけもないままあれだったんですけど、たまたま友達つながりでなんかソフトボールの試合に出てくれないって言われて、うん、出たらその中にいたのが僕の同級生に実家が釣り具店っていうのがあってもうそれと知り合って、あ、それと知り合ってからまた再びブランク経てのめり込むとまたすごい勢いでハマっちゃって、うんうん、そうなんです。高校3年間はもうほぼほぼもうサッカー漬けでしたね。はあ、なんか新入生歓迎ソフトボール大会があって足りないって言ってで今そいつが鹿児島県の日朝新の支部長をしてて今、はあ、支部長なんですよ南九州で一番大きな問屋さんになるんですけど大物じゃない、すごい出会い業界の大物と同級生で僕がなんかそういう清掃活動とか、まあ、企画したりとかしてる中で協力してくれたりで本当ありがたい、なんか出会いに恵まれたじゃないですけど、この釣りにそいつと出会ってなかったら再びこのルアー釣り始めてたかどうかも分かんないし、こんなに深くするとも思わなかったし、ね、ルブラ2年前、3年前に入りました。あ、いやいや、俺と達郎くんで口説いて2年間口説き続けていや、もう俺から見たら九州で今後伸びそうな人第1位だったんでね、うん、とかその地元の活動とか雑誌の執筆とかだけど、まあその時は他のメーカーさんがついてたんだけど、まああんまり行かせてないなと思ってたんで、小鉢主催のイベントの時に小鉢に会うの目的で俺も参加して、夜の打ち上げの席で小鉢お前ブルブルに来いよみたいな話をして、でもっと伸びるよっつって、君ならっつって、でもいいやつだから3年かこの役かかると思ってた。いや絶対お世話になってるメーカーさんがありますからってなるかなと思ったんで、答えは急がず一応こっちの告白だけしてずっと待ってますよみたいな感じで、で、まあ、その後達郎がね九州来るたんびに会ったりしてね、回ってるうちにだんだん気持ちがこう傾いてしてくれてでブルブル入って、ザー小鉢をこれからね、それここまで行って来てくれたんで責任持って俺たちでしっかり小鉢が移籍してよかったって思えるぐらいね、ブルブルも押してあげててあげないとねって言ってた1回目のロケが、あの伝説の男泣きバトルですよあれこう、あそこあの対岸ですね。あれ、はい、あそこだ。あの一番左の階段がある。あの階段で高橋祐介がつけながら小林さんって言ってたやつ。小林さんっつって。あの船のとこです。あれが有名な男泣きポイントです。かの有名な。ちょうどトラン対岸。え、男泣きポイントとかって言われてんの？あ、男泣きスポットみたいななんかポイント。ポイント名は男泣きっていうポイント。小バッチポイントみたいなのが最初あったんですけど、いやいや、いじりも込めて、いや伝説だよ、多分10年後も言われてるよ。同じポーズで写真撮ってる DM とか来たりして膝ついてるところ俺もあそこで泣きたい。だから鹿児島バトルは僕が泣いたところと村岡さんが落ちたところを聖地っていうあれ聖地だあれも落ちたな豪快に。いや、何の疑いの余地なく踏み込んだ感じでしょうね。人生でたった1回だけ落水したのがあの時他はねそんなにやっちゃったミスないんだけど、まあリスク取ってこけたとかあるけど、ああいうまさかっていう落水はあそこが初だね
そう、階段があっていかにも地面に降りた時にありがちなゴミの山に乗ったつもりが下水面だったっていうね、あれはびっくりしたな。でもね、その男泣きポイントであの伝説のシーンがあって、もうブルブルで頑張って押さなきゃとかいらないぐらい、あの一撃でもう九州中っていうか全国の人が小鉢いいやつだみたいな感じで釣り動画であんなに涙を流させた動画ってないんじゃないかな全日本中が泣いたみたいな泣きましたよね。まあそのメーカーの開発さんとか営業さんとの関係性がいいとやっぱ思ってたんで、仲良くやれてたんで、雑誌に書くようになったのは社会人になってからですね。はあ、だからそんなに釣り毎日行ってんだったら、だからやってみないみたいな感じで、はあ、毎日行ってましたね。高校時代はもうサッカーしてる僕しか知らないはずですね。はあ、いやそこまで言われなかったですけど、嫁さんが短大に行って僕は大学に行ってみたいな感じになってる間に釣りあれしてるんで多分結婚した後に急にそんなになったらちょっと言われてたんじゃないかなと思うんですけど、でもこの釣りって、まあ、シーバス釣りってやっぱ釣ってリリースしてとかなるんで、特に家族に何かしらもたらすものってなかなかないんですよねその中で、まあ、僕エギングも好きだしアジングも好きだしで、そういうところでアジとかイカの時だけは持って帰るようにして、そうですね、自分だけは楽しんでるだけなんで。小鉢いいでしょう、キャラとしてキャラ、なんだろう、ほのぼのキャラというか、釣りプロであんまりいなかったタイプのキャラクターかな。どっちかといえばね、俺が俺がの人が多いんで、どうしても初って言ってもいいぐらい懐かしい。あれが2年前かあれもさ、今だから話す話だけど、最終日にね、地元小バッチが釣れてないっていうのはやっぱちょっときついじゃないで、それを動画で出しちゃうと最終的にはブルブルとしてはたくさん魚も出てるから映像としてはいいんだけど、小バッチが地元でみんなのやっぱ尊敬を集めるようなさ展開にならないから、残念だけど小バッチ釣れなかったらボツにしようって思ってたので、それを高橋に言うとまたプランが崩れるじゃん。だからどうしようかなって思ってて、カメラやってた小田君と話して、で、まあ、一応伝えとこうって言ったんだよね。多少なりちっちゃいの一本でもいいから、小鉢がなんか撮って何とか形作って、で動画としては成立させたいねって話をして、実は敵方の状況がすごい気になりながらのこっちの釣りで、で釣ったって言って、しかもガボッツ150で70アップって時にもう鳥肌立ったもん。やっぱりまさか男泣きまでしてるとは思わなかったんだけどもう俺もああこれでやっとロケが成立したみたいな安堵感で、そんなになったんですねいやーほんと、あーでもなんかいろいろ気を使うところもあれだったんですけど、遠慮とかいろいろそういうのもあったりあったんですけど、でも本当やってよかったです、うん、あれがあっての大分があって千葉編があってってだと思うんですけど、まあ、鹿児島編は僕はもうどっちかというとみんなにこう俺出てるから見てねなんて言えなかったんですよ、あったんでやっぱこれじゃ良くないと思って、なんかでも自分がこういうので出したいなって理想だけ持っててもああいう風に陥ったらいけないなって思うところがやっぱりある、反省点としてあったんで、個人のソロの動画だったらまあそういうこだわりを見せていっしょけど、やっぱ早うちに魚取らないといけないなっていうのもちょっとやっぱ勉強になったんですね。そう、どんどん成長するんだよ。まあある意味あんなにあの2日間であそこまで上達したいとか上達できる体験って普通の釣りしてたらないじゃない、気持ち面では。だからすごいプロアングラーって釣り人としてうまくなりたいなら入っといて損はないというか、やっといて損はないっていうぐらい強烈なさ体験とかプレッシャーの中でやるからいいよね、うまくなるじゃん絶対。本当千葉編とかやっぱ高橋君の釣り、東京湾で日頃どんな釣りやってんだろうっていうのすごく気になったりとかしてた中で、最終日に釣ったところの明暗とかも高橋君が入れるところがすごく精度が高かったんですよ、
際もそうですけど、なんか橋脚の前に1個なんか鉄柱みたいなのが入ってて、うんうん、その間をさーってこう受けて、でもそしたらやっぱ釣ってたんで、うん、やっぱ東京湾の釣りってやっぱ精度と繊細さがやっぱ必要なんだなって。前村岡さんが地方の方のより東京湾はなんかいかにそこにいる魚を反応口を使わせるかみたいな釣りだっていうのを言ったんで、うんうん、なんかそういうところでやっぱりキャスト精度とか細かいところが必要なんだなっていうのを思ったところでしたね。だから東京湾の人たちってやっぱ相当多分釣りうまいんだろうなと思う。そうだね、いる魚をかけるのは東京湾の人はとてもうまいなと思う。で、地方のうまい人は魚探すのがうまい人なんでね、俺から見ると。だから海とか潮とか水をよく見て、ここでやってたら魚来るだろうっていうのが、まあすごいレベルの人は結構見るけど、じゃあそういう人が東京湾来るとバカバカ釣るかというと、やっぱねみんな苦戦するんだよね。で、東京湾いる場所大体分かってて、どう食わせるかみたいな釣りが多いんで、まあ面白いよ。でも面白かったですね、千葉は楽しかったです、うんうん、でもそれだけにもっと釣りしたかったですね。なるほど。天気で半分釣りできたかなっていう感じだったんで、ね、なんか結構千葉でもなんかガボ釣り出せて。そうだったね、あれ釣り出せて楽しかったっす。 やるなと思ったよ。なんか東京湾ってこんなすごいなって思いました。うん、なんか鹿児島で55センチとかそのあたり取ったけど、なんかそんなにこう、まあ、上流域で取った時はなんかやっぱ感慨深いもありますけど、ここ辺で55センチとか釣った時もなんか、ああ釣れたみたいなあれなんですけど、やっぱアウェイの地じゃないですけど、ホーム以外のところで出る魚は本当気持ちよかった。全然嬉しかったですね。もう最終日なんか平成ごとってても嬉しかったですけど。今見たら本当恥ずかしかったですけど、あのと平成ごでキャッキャッしてたんですね。まあもうガボッツ150といえばコバッチンみたいなブランド作っちゃったもんね、その2本で。バトルの2本で。だこの春のフィッシングショーで大阪ショーだったかな、なんか若い男の子2人が来て、ガボッツ150を作ったコバッチさんに会いたいんですよみたいな感じで来て、作ったのは俺とユーゴなのになてんてんてんみたいな、あーコバッチあれ今いないんだけどねみたいな。僕は監修何も関わってない、ね、そうなんだけど、でもそれぐらい衝撃をもたらしてて、ちょうど鹿児島のタッグバトルの時にこれが大体多分製品版になるサンプルです。そうだね、で渡されただけなんですよね。でもコバッチがバトルで釣ったからさ、コバッチの解説動画を急遽作っとこうってなって撮ったんだよね、バトル終わった後ね。で伝説のテイク30ぐらい。もうめっちゃ恥ずかしいですね。こんにちは、コバッチです。ガボツ150の大きな特徴3つありますっていう、その3つが全然全部言えない。いやもう緊張しました、緊張しました本当。テイク30いくつまで行ったじゃん。俺テイク10ぐらいで俺がいるから緊張してんのかなと思って俺は車に戻って、でもそっから1時間帰ってこないから、どうしてんだろう、まだやってるよみたいな。でもやっぱ村岡さんがそこに立って腕組んでこう待ってるのはなかなかちょっとあれでしたよ、やっぱ。いや緊張しましたよ。そう、それはね、小田だったか高橋が、村岡さんがいると緊張するから、村岡さんはちょっと心配だろうけど一回はけて車で休んでてくださいっつって、そんな変わるんだろうとか思いつつも、まあそんな言うならっつって下がったんだけど、でも結局俺が車戻ってから1時間もやってたから、多分俺じゃない説。そうなのかな、もうびっくりしましたよ、あれね。そうなんだよね、だからよっぽど喋るのは苦手なんだろうなって思ってたんだけど、他の動画で流暢に喋ってるの見て、チヌ動画とかで、やっぱり俺とか思った。圧かけてるわけじゃないじゃん。ただこうどんな風に喋るかなっつってね、カメラの後ろで見てるだけなんだけど、いや基本満面の笑みで俺こんぐらい口角上げて。山本くんと大阪フィッシングショーの時に、うん、こう2人で飲み行っててこう話をしてたんですけど、アパレルを僕やるんですよみたいな話で聞いてて、うんうん、僕もなんかそこちょっとやっぱ刺激を受けたところはすごく、うんうん、やりたかったっていう気持ちはやっぱあっても、いやまだやっぱりどっか心の中で、いや俺ごときがやったところでって思うところがやっぱあって、やっぱそうしてた時にやっぱ寺岡さんとかもう自分で T シャツ使ってて、うんうん、でそこで山本くんも使ってなってる時に、やっぱなかなかこう踏み出せないところが、山本くんがすごいポジティブかつ強気っていうか、なんかそういうところがあったので、すごく僕に刺激くれたんで、僕もなんかもっともっと踏み出してみようってやっぱり思ったんですよ。やるってこと？あ、やっぱ T シャツ
僕もちょっとなんかこうやりたいと思ってて、うんうん、はあ、結果的にスタートは山本くんが早かったんですけど、うんうんうん、はあ、なんて名前で？エスケープ&チェイスっていう、おうおう、いいやなんかそれ思ったんですけどね、なんかどういろんな路線を考えてるんですよ、はあ、でもそのエスケープ&チェイスと別でちょっと面白路線出したいっていう気持ちがあって、だからそこがみんなとこうちょっと違うんですよね、はあ需要ありますかねでもなんか釣りあるあるが書いてある T シャツとかそういうのいいんじゃないかな、もし踏み出すようなね、踏み出した時にはぜひ気にして見てみてくださいブランドも主張だからやった方がいいよ、いろいろね、やりたいと思ったことはやっぱりやらないとそうだよ踏み出してみること大事だって思いました、まあ逃げると追うですよねはい、まあだから僕はこのシーバス釣りをなんかずっと終わんない鬼ごっこっていう例えでやっぱ言ってるんですけど、まあ、そこから、はあ、一生終わらないですねこの釣り、昨日はなんかもう連発してずっと良かったと思ったところはやっぱ何日か行ってて、やっぱりあれちょっとやっぱ違ってきたなってなった時にやっぱりまたベイトを追うところからみたいな、やっぱりなんか釣れても再現性を確かめにもう一回行きたくなるし、釣れなかったらなんでだろう、何があれがいけなかったんだろうなって自分なりにちょっと反省点となんかこうもっとあれを試せばよかったとか思ってもう一回やっぱ行きたくなるし、で結局毎日出るっていう、うん、そういうところでもう一生はない鬼ごっこだなって言って言ってる、でもやっぱり一緒にいる人の影響ってなんかすごくあるなって思ったので、ね、本当山本君とこう3日間過ごした中で一緒に2晩なんか飲んでなった中で、ビカリさん一緒に寝たとか言い出すのかとおいおいとか思っちゃった、同じホテルでしたねいやでもやで一緒に二晩寝てあのポジティブだつあのやっぱりあのメンタル俺はやりますよみたいな感じの、自分にもなんか勢いがつくというか、なんかそう聞いてて、でも俺3日前にさ、はい、急にちょっととある打診があって、はい、造船所の会社の社長にならないかっていうでまあ資金出してね買収しないかっていう話が来て、悩む時間がなかったの、もう時間の猶予がなくて、はい、だからもうその次の日ぐらいにはやりますって言って、昨日承認書を書いて提出して、はい、多分今日登記されてると思うんだよね、はい、私今日あのとある造船会社の株式会社なんとか造船所の代表取締役に就任してるんだと思うんだけどでもね、まあ、それはポジティブとかそういったところから来てるんだけど、さすがにやりすぎてんのか、全部決めた後に一応ちょっと会社の役員には話しとこうっつって、昨日 LINE 打ったんだよね、各役員に達郎とかさ、うん、みんなどっちかといえば引いてたから先にツイッターで見てた人とかどうしてこんなことになっちゃったんだみたいなでももうチャレンジですよ、チャレンジ、あ楽しそうと思ったから受けたっていうね、うん、スケジュールがどうとかお金がどうとかそれは後からどうにかなるから、うん、でアパレルのいいのはやっぱブランドだから、結局ユーザーの人がじゃあコバッチに何を期待して何を求めてくれてて、うん、何を応援してくれてんのかってことがずっと出てくじゃんブランドとして、うん、すごくいいと思うよ本当に。でそれは多分人生かけたようなテーマになっていくと思うんで、それが分かりやすい形になるから、やらない人よりは明確になるからさ、生き方もぶれなくなるし、うん、でそういうのを自分で打ち上げてさ、違うことはできないじゃん、うん、だからとてもいいこと。いやでも天候に恵まれたな、んーとこんないい天気になるとは、今日でまたちょっと紫外線ダウンロードした気がしますね最新版を今ダウンロードしてアップロード中です。気持ちがいいですね。ガチペン130、はあ、シーバスタックルでめっちゃ飛ばしやすいです。九州の人がよく使ってるの見るね。そうっすよね、九州でもやっぱり九州の人ってトップ好きっすね。うんうん本当思いますけど、水面破裂させるのが本当好き。シャルダスなんかは結構釣れんの？シャルダスですか、うん、この濁りなんでいいかもしれない。濁りの時はおニゴリの時のシャルダスは強いですね。強い、はあ、もう仙台川に限らずですけど、やっぱりこういう下流域でも強いんだ。強いですね。でもやっぱなんかちょっと気持ちアップめの角度からダウンに入るとちょっと、うんうん、うん、ちょっと波動が強すぎるのか。ジャーキングで両チーム出しまくった長崎堤防、はあ、あれはみんなジャーキングするようになったの
ジャーキングテーボーって名前になっちゃったの。ジャーキングテーボーって言わないけど、まあ、若干名前変えるほどの、やっぱりジャーキングする人が増えましたね。ジャーキングテーボーに限らずですけど、でやっぱ反応いいんだ。やっぱ取れてるんですよね、特にこの時期から 夏とかは、うんうん、特に。いや全国的にいいんだよジャーキングはでもなかなか広まんなくて、で一回その良さを知った人はバンバンやるんだけどさ、なかなかいくら東京湾で動画出してても東京湾だからでしょみたいな感じで広まんなかったんで、そういう点ではあのバトル動画で普及したらいいなと思ってたんだよな。影響力は大きかったと思います。ジャーキング堤防なんて言われるぐらいだジャーキング堤防、マジ最近ジャーキンつきましたわ言うてますジャーキングでジャーキンがつく。ジャーキンっていう筋肉ねジャーキンが普通じゃなくなってきてジャーキンがつく。熊本どうなったんだろうね。熊本もバトルでさ、最後俺がジャーキングで釣って突破口が開けて、山本くんがとどめの急上バーでさ、大逆転したじゃん。まああの2本だけだったけどインパクトあったような気がするんだよな、ジャーキングの。そうですね、出してるのジャーキングのですごかった。でもどっちかって言えばナレージがやっぱりその前のナレージでナレージはよ、まあ、数出てればですね、ナレージに持っていかれちゃってたかな。いやあれは強烈すぎましたね。どんなプランっていうかキャリアプラン考えてるの、釣り人としては。今まあアイムブラズマイスターズになって全国に遠征して、まあ、他を知ろうっていう、うん、他のフィールドを知ろうっていうのが始まってるんで、うんうんうん、もっとこう地元で収まらないように、うんうんうん、だけとりあえず今のところは自分で動き回って自分でできる遠征をとりあえずまあ繰り返してやっていきながら、まあ、経験値はとりあえずまだ積んでるとしか言えないところはありますけど、うんうん、はあ、もし何かまたその県外のバトルとかそういうがあった時に生きるようにとか、うんうん、そういうところはずっと、まあ、ずっとやっぱ意識してますね。でまあ、日本の本土の端っこなんですけど、やっぱり地方の人間で全国で活躍できるぐらいになるのやっぱ。あれ小鉢無敗バトル、バトルはあそうですね今の場合、はあ、いやもっとカメラに向かってさ、はあ、無敗感をアピールしたらいいんじゃないの無敗3戦無敗、鹿児島勝ち、大分勝ち、はあ、千葉勝ち、千葉勝ちで、はあ、で俺を倒せるやつかかってこいぐらいの感じ回を増すごとに手応えを感じているんですけど、あるところありますけど、でもなんかあのバトルのプレッシャーのあれはあの時にならないと分かんないものがあるでしょうけど、今年また鹿児島バトルやろうか。おっとサブタイトルは伝説よ再びまあでも、まあ、パートナーに、ね、こう恵まれることがあるので本当急に足り基本が本当3回連続高橋くんとなるっていう奇跡ですね。すごいね。もうやらせとかじゃなくて、ね、山本くんから先に選んで僕がだのかって言われてやってると思う。運命だね。でもなんかどんどんなんかこう車内移動中の車内とかも楽しくなってましたね。うんうんまあ、あのバトルもタッグだからさ、上手い人同士が組んだら勝てるとも限らないんだよね。チームワークすごい大事。そうですよね。だから特になんか。手だったりあと明暗を打つにしても2人でやるって難しいところですね。難しい難しい。例えば小バッチの話の続きなんだけど、はい、釣り人としてはまああちこち行ってっていう、はい、釣りプロとしては何を目指してるの。釣りプロとしては、うーん、今の現状プロと言ってあれなのか分かんないところありますけど、自分の思った釣り方でこうやって魚が出せてこの出し方面白いよが全国でそれが通用したっていうのをどんどん聞く案内になりたい。なるほどなるほど、はあ、なんか、自分プロっていう感覚でやったことがないんでなんかあれですけど、何かを始めようとか何かをこう、まあ、清掃活動だとかもそうですけど何かしらイベント、僕楽しいことやるのやっぱ好きなんで、うん、イベントごと、うん、でそうなんかやろうってなった時にやっぱ人が集まる、うんうんうん、ようなプロになりたいですね。まあでももうだいぶ集まるようになったんじゃない。もっと1万人とか集めたいの。なんか僕は元々ブルブル部に入る前から思ったのが一つあるとすれば、浜本さんがスワップって、うんうんうん、あのイベントやってたじゃないですか。ああいうアングラーが集まる交流できて、うん、みんなが楽しめて
できる大きなイベントをやりたいなっていうのは。なるほど。それがメーカーさんにとってもその場で交流とユーザーさんとの話をする機会だったり、その場で直売もできたりっていうだったり、みんなウィンウィンでなって帰れる、でイベントをやりたいなっていう。そこは一つ、やっぱそこは何かしらずっと野望って言ったらあれじゃないですけど、もうずっと目標ですよね。なるほど。でもまだ自分じゃ足りないじゃないですけど、今の自分じゃっていうところはやっぱりやっぱすごい思ってるところなんですけど、でもやるぞっていうのは思う。なるほど、はあ、いやもうさっきの話と一緒だけど、やっちゃったらいいんじゃないの。まあそうなんですよね。足りるように何の待ってたらいつまでもできないよ。そうですね。なんかこれまでなんか本当、特にブルーブルーに入る前とか、入ってからもそうですけど、自分に自信がないじゃないですけど、本土の端っこにいるこの僕ができることってっていう思ったりしてたところがあったんですけど、でもなんかちょっとずつなんかこうやっぱ自信も出てきたっていうあれですけど、なんかこう応援してくれる人がいるってなるとやっぱすごく力になって、やっぱりなんか協力するよって言ってくれる人もなんかしら増えてきて、増えて、もう本当今イベントやるの超楽しいんですよ。だからなんか誰と誰が今 仲が悪くてとかそういうの関係なく集まれるなんかイベントやりたいですね。なんかそういうもうなんかリスワップしてるのとかも、もうなしでそういう場だけはなんかそういう場を機会になんかそういうのになれば、アングラーって、ね、結構やっぱぎっちゃくしやすいというところもあると思うんですよ。やっぱこばっち一回加賀行かないと、加賀行って髪切ってもらってきなよ、スワップの。そうですね。なんかご主人様にでスワップ九州、はあ、やらせてくださいって言ってさ名前を変えたらあれか分かんないですけど、いやまあでも九州でやったらもう全然それはそれ新しい一から作るイベントになるから、僕がスワップ行きたいなと思ってもうそう思った時にはもう終わりになっちゃったんで、当たんないな、ちょっと当たんないですね。ちょっと触りもしないよ。月が悪いか、ね、場所を変えてみる。ちょっと場所を変えた方がいいかもしれないです。まだ時間がだ、ね、どうかなってところに行きますけど、ちょっと上の方に行ってもいいかもしれない。上、はい、じゃあちょっと移動しましょう。はい、じゃあちょっとポイント変えました。2キロぐらい上流かな。そうですね、2キロぐらいですかね。で下げのもうちょうど干潮過ぎたぐらい。釣りは同じ。釣りは同じです。でもこっちはトップはなかなかもう出ないと思います。水深がやっぱあるんで、ここはもう一点をつけてきちゃったじゃん。もうちょっと急激に深いなるほど、わかりました。じゃあここ一帯がもうずっとバイブレーションとかで、バイブレーションがやっぱ強いです。はい、はい、じゃあ早速頑張りましょう。あと1時間かな、はい、ちょっと思ったより渋かったんかな。まあどっちも ね、あの入ったとこ先行者の人いたから。そうですよね。それでなんだ、最初入ったとこは1本釣れたって言ってたじゃん。そうですね、入った人がだからポイント選定は間違ってなかったけど、まあ、まあ実績場所はまあけど、まあ、ね、あとはタイミングがはいだったんだと思うんですけど、ナレージ、ナレージで、じゃあ私ジャーキングでブローインでいきます。さあ釣りましょう。鹿児島も今なんかプライベートサウナみたいなのがどんどんできてきてすごいですよ、綺麗なができる。やっぱ値段しますね。ああ、まあ痛みヘルニアとかにはなってあたりはしましたけど、まあ仕事でもあれもありますけど、やっぱ車中泊とかそういうところもあるかもしれない。車中泊なら車中泊は本当腰痛くなるもんね。腰も首肩きますよね。でまあそういうところも。考えてやっぱちょっとサウナに行き出したんですよ。健康面ではないけどなんかそういうところなんかこうそういうの結構血流のところあれして行き始めたっていうのがありますね。はい、あ、あ閉まったですね。健康サウナ系 NG ワードで NG ワード今日はそれは後編に続くでお願いします。あの振りだけでお願いします。鹿児島の美味しい食い物の話とか。鳥刺し、まあ、名物ですからね。あんまり東京では黒豚とかの方が轟いてるよ。あ確かあそうかもしれない、ね、鹿児島フードって言ったら上京していった人とかはもう鳥刺しが食べたくてしょうがなかったっつって、ああ本当、帰省する時には親に鳥刺しを買っててくれって言うらしいですね。ソウルフードなんだね。じゃあみたいですね。でもなんか鹿児島の人はニンニクで食べる人多いような気がします。なるほど。じゃあ馬刺し的な食い方かな。馬刺し、馬刺しがちょっと僕が言うに縁がなくてですけど、熊本の名物でしたっけ。そうだね、特産の名物。隣じゃん。
隣だけど全然あれがないないんだ、はあ、スライスニンニク、おろしニンニク、おろしニンニクですね、はあ、お醤油ですね、はい、あ、普通に刺身醤油、まあ、九州の甘い刺身醤油、はあ、甘い醤油なんで美味しいですよね美味しいですよね体型、人の倍食ってますからね達郎と飯食った時はどっちが食うの？いや、どっちもあんま食べなかったですよ。ちょっとあのいいカレー屋さんに行きました。お、なんか当たったっす。お、お、お、あ、ちょっと貴重な、ごめんなさい、貴重な一本ごめんなさい。ね、日焼け止めかと思ってちゃんと塗った方がいいかなって思ってパッて見たらもう手遅れやなと思いますみんなに言われますいや手遅れだろって帽子の線ができるんですよまあ普通にちゃんと前にかぶればならないんでしょうけどなんかこうちょっとこう覚えてもらいやすいようにそういうトレードマーク的な感じでやってるところありますなんで夜でも変更かけてんのみたいな、まあ、直接かけてないですけどいやトレードマーク的にって言って印象付けが早い方がいいと思ったんでつるぞおおフードタイム鳥刺しコンビニで売ってそうなやつそれは先によるなるほど了解です。え、小町さん白熊とかよく食べます？県民の人いや別に県民賞全否定いや、県外から来た人アナウンス的にその白熊出すなんかこうお店があるんで無邪気っていう有名なところです。どこコンビニとかで売ってるもんではないんだ。ではないですね。あお店があります。まあフルーツとかもいろいろもぶっ刺してるやつがあるんですけど天文館にあります。じゃあ雪見大福で我慢だね。似たようなもんでしょ。知らないんだけどそれどういうもんか。果物が刺してあるなんか最近はそっちの方がなんか人気になっててなんか昔はなんか上にあんこがいっぱい乗ってて、うん、なんか熊のなんか顔を作ってあってそれで白熊ってなったんですけど。なるほど。ナイトオレンジみたいなやつもまだつけたことないんですよね。うん、変更グラスも高いのつけたことないんで。おう、はあ、高宮にの ポイントに売ってる1980円のやつまあ海のルアーズリでそこまで水中が見えないとってことはないから厳密に言えば釣果をめちゃくちゃ変えるもんだよ。ブラックバスのようにさ変えるもんではないけど、まあ綺麗に見えたり気持ちよく見えるんで歪みがないからそういう点ではいいけどね。快適いいレンズは快適。本当ですか。一回いいレンズつけないと、はあ、その安いレンズの歪んでんのがよく分かんないと思う多分。あこれなんかイーズブルーってやつで新しいやつなんだけどもう青空の青さがすごいのだからさっきつけてんの忘れていや今日の青空今年一番だなとか思ってたらそっかイーズブルーをつけていたみたいなそんな風に見えちゃうよね。いいやつでしょ変更か2時間で分かったでしょいいやつ。九州で釣りのプロなってこう頭角を現してくる人では新しいタイプでやっぱあのフィールドが豊かなんで今まで小バッチより前の先輩方はものすごい実績もうメーターオーバーのシーバスとか30キロのヒラマサとかバンバン出た実績で上がってくる人が多かった。だけどやっぱフィールドが豊かだから実績だけだといや普通の人だって俺だって釣ってるよとかそういう中でそれでもそれを黙らせるじゃないけどまあ確かにこの人は一目置くなってぐらいの実績で上がってくる人ばっかりだったんでまあでもちょっといがみ合うじゃん俺の方がだっていう雰囲気出がちだったんだけど初めてなんかね小バッチみたいなプロが出てきたんだよね九州で。
で、コバッチより釣りが上手い人っていうのは多分たくさんいるんだけど、なんていうかな、今までだったらどっちが釣りが上手いとかどっちが釣ってるかとかそういうので優劣ついてたような雰囲気があったように思うんだけど、個人的にはコバッチを見てる九州の今の人たちの声は、結構俺の世代の人たちはまだコバッチはその技術面ではまだまだだけど俺は応援するぜみたいな感じの、コバッチより俺の方が上手いけど俺はコバッチ好きみたいな人がいっぱいいて、でそういう人たちには担ぎ上げられる見越し大きいじゃん。だから九州もね、そうやって大きなイベントできるようになったらいいなっていう。浜さん絶対来るよ。絶対喜びますよ。うん、絶対来る。うん、スワップは楽しいんだよ。もう何の釣りの駆け引き云々もなく、ただ飲み会って感じだから参加して楽しい。ただ飲み会なんで5分延長でなんかいい感じなんだよ。でそうなんだよね、ここ全然背がないね。こっちはないですよね、うん、やっぱ下行く、上行く、うーん、ちょっと浅くなりますけど下の方行きましょうか。行きましょうか。多分移動した先で釣れそうですよ。最初に揚げの塩当たるとこなんで。いい岩盤だねここ。そうですね、むしろ満潮時行きたいねここに。満潮、あ、そうですね、満潮時だと結構先が見えなくて怖いですね。あ、満潮時にここに立つんだ。ここで釣れそうじゃん。あ、でもこの辺りでなんてことは多いですね。まあベイトが結構浅いとこに入る、うん、ね、絶対このやっぱここからベイトが降りるタイミングとかですよね。ここで食うよ。でかいボラ以外なんかマイクロベイト全然見てないんですよね。そうだね、今日一回も見なかったな。一回も見てないですよね。ああ違う。うん、そう、ボラ笑っちゃうよね、あののんきさが。 何を考えたんだ飛ぶんですよね。10回ぐらいやるもんね。いや、すごい飛ぶときすごい連続でいきますよね。体についたなんか菌を落とすためとかいろんな説ありますけど、うん、いや単純にわーいって言って飛んでるだけだと思ってわーい飛びやすいみたいなね。やるんですけど、まあそんなことないと思うんですけどね。でも外に体を出すって危険なじゃないかなと思うんですけど、鳥とかある中で、やっぱなんか意味があるんだろうなと思う。やっぱ位置を見てんじゃないかな、ジャンプして。ここの辺は仙台川の薩摩仙台市だねみたいな。上がって、あ、結構上流来たよみたいな。あ、仙台大橋だこことか言って。なんかね、行くよ行くよ行くよ、わーいみたいなパチャーン。かわいいでしょ、楽しいみたいな、ね、テディベアみたいなね。鹿児島のテディベアみたいなね。わーいパチャーン、わーいパチャーン。じゃあ終わりますか今日はね。そうですね、はい、前編終わりということで。トーク集になりました。まあ、コバッチっていうね人間がよく分かったんじゃないかなという感じで。明日は釣ろうぜ、頑張って、ね、頑張りましょう明日は、うん、じゃあ鳥刺し行くぞ。わーい。